iBoons はユニックス系オペレーティングシステムにおけるインプットメソッドフレームワークである。iBoons のバスはバスのような構造を持つところから来ている。iBoons の主要な目標は以下のようなものである。n o r イ e a s t ASIA OSS フォーラムの第3ワークグループによる Specification of i ンジンサービスプロバイダー。 インターフェースのドラフトは D バスのようなバスの実装を伴うバス中心のインプットメソッド構造を推奨した。その使用書によれば新 -1.4 は C で開発されている点で開発にあまりに適さないと考えられる。それはアプリケーションバイナリーインターフェースの変遷による問題でよく引き起こされる。そのため I'm バスや新 -2 のような後継のプロジェクトが スタートした。しかしどちらのプロジェクトも休止してしまった。そのため、レッドハットのファンペンは、アイムバスの考え方を CJKOSS フォーラムが推奨する機能の実装の代わりに、Python や d バスそして g リ i b を用いて提供するために iBooz プロジェクトを創設した。それにもかかわらず、iBooz はすでにコミュニティの承認を得ており、 フェドラやウブンツのようなリナックスディストリビューションユーザーが追加しなくても iBooz が標準のレポジトリに含まれている。iBooz はフェドラ11から新しい標準インプットメソッドになり、ウブンツでは9.10でシンから置き換えられた。iBooz は C 言語と Python で開発されている。これはシン1.4、14以降での C のアビ変更に、 伴う問題を防ぐためである。iBooz の大部分の機能はサービスを通して提供される。サービスの例は以下の通りである。iBooz は iBooz、Daymon、サービス、テキストエディタウェブブラウザ、端末エミュレータのようなインプットメソッドクライアントと連携するために Dbus を採用している。iBooz、Daymon マネージャーはサービスからの登録を受け取り、 Dbus のメッセージを対応するサービスや、インプットメソッドクライアントに送信することで、すべてのクライアント、サービス、クライアントを処理している。iBooz は、SIM のプロトコル、GTK、QT のインプットメソッドモジュールを実装している。iBooz M17N は、M17N データベースより、インプットメソッドとそれに対応するアイコンを使う、変換エンジン。 iBooz テーブルが純粋なテーブルをサポートするのに、対し、M17N のインプットメソッドは入力モードに対応しており、そのラベルは、iBooz パネルに表示される。M17N 入力方法は、周辺のテキストにも対応しているので、タイ語のような言語や純粋なピン入力が必要な、インプットメソッドなどが、iBoozM17N を利用してサポートされている。 アイブーズテーブルは用意されたテーブルを読み込むだけの単語を選択するための複雑なロジックを必要としないインプットメソッドで UAU によって開発された総結輸入法や五筆字型輸入法のような中国語向けの多くのインプットメソッドはこの方法でサポートされている。公式にリリースされているインプットメソッドテーブル。ありがとうございます。